ち上がるものですけど、皆さん の練習している状況で、ダンスとそして後ろのバックにあるこの映像とはどのようにして練習をしていたのでしょうか。はい。それは、秘密ということにしたいのですね。ですが少しだけ言うとしますと、音を頼りに私たちはやっております。ヒントでした。以上。そう。音ですね。他说，其实这个是秘密，不能告诉你，但是有一个提示，就是音乐。音楽ですけど、その音楽のセレクションについては何かこだわりとかありますか。それともそれについて映像によって音楽が変わるということはありますか。エナの、音楽なんですけれども、エナの音楽は、ほとんどがオリジナルで、大体8割ぐらいは、僕が作っています。で、この映画の作品は本当にこうパフォーマンスを見せるための音楽なんで、ちょっとそれに特化した、特殊なちょっと作り方をしています。で、それ以外は、先ほど見ていただいたメトロポリスっていう作品は、日本のアーティストのピアノジャックっていう、ピアノとカホン打楽器の2人組の、そのアーティストの曲を提供して、そのイメージで、作った作品です。他の音乐的部分其实他没有所谓的哪一类，他其实为这个团体是舞蹈团体，就他选用的音乐，他就是用那个舞蹈可以跳的音乐这样子。那他们 ENRA 里面的曲子有八成以上都是他们自己，就是刚刚那个导演他们自己做的。八成以上，对。那刚刚就是那个给大家看的《大都会》这首曲，就是跟日本的钢琴跟打击乐家一起合作的这个音乐，啊，就是跟他们一起，他用他的音乐来创作这个表演形式的。今作られているそのイメージ、その画像なんですけど、この映像はどういうきっかけ、どういうものを参考にするとか、そういうのありますか。例えば映画とか日本の動画とかを、それをやっぱり参考はしていますか。もちろん参考にしているっていうものはあるはあるんですが、ほとんど自分の僕のそのイマジネーションからこう生み出しているものなので、何かみたいなものとかっていう作り方はしていません。影響はいろいろな映画だったりとか日本の文化だったりとかそういうところから受けてはいるんですが、特に何かに見せようっていうのは作ってはいないです。他说他没有特意去那个模仿什么电影或是动画，只是说受影响是一定有的，就是他受到各方面的各种类型的影响，只是说他这些东西是他自己的想象来做出来的。